中年オタッキーです。この度はね、チャンネル登録5000名突破ということで本当にありがとうございます。まあここまで来れたのもね、皆様の、支援のおかげということでしてね、私一人でね動画を作ってるわけではなくて、たくさんの人のね協力の上でね私のチャンネル成り立っておりますので、まあそんなわけでね、チャンネル登録5000名記念ということでカメラプレゼント企画を今からやっていこうと思います。まあ5000名という節目なんで、パッと見は贅沢です。パッと見は贅沢なんですが、まあ、大したことはないです。そんなわけで今日はカメラプレゼント企画いきます。はい、5000名記念のね、カメラプレゼントなんですけどもね、前々から公言しておいた通りですね、キャノン A1 をプレゼントいたします。まあ、キャノン A1 をプレゼントすると言っても、まあ、ジャンカーなオタッキーでありまして、もともとはジャンクの A1 です。でね、オタッキーはね、3台持ってるんですね、A1 ね。こいつが、1878610ですね。んで、ちょっとメガネがあった方がいいな。こいつがちょっと古くて、719315。んで、ちょっと邪魔やな。ほんでもう一台。これがね、367251。製造番号っていうかね、ロット番号なんですが、で、今回ね、3台ともね、テストしました。テストっていうかね、露出系のテストなんですけど、まあこのね、状態が比較的 EOS1 とまあ比較したんですけど、まあ全部ね、露出系は狂ってて、一応全部ね、バラして露出系は調整したんですね。目いっぱい調整して、これ以上は調整できないって値になってるんですけど、このね、367251がね、2段露出が、綺麗に2段露出が狂ってるんで、この個体をプレゼントしようと思います。だね、つまりね、この感度設定ダイヤルで、100のフィルムを入れたときは400。400のフィルムを入れたときは1600に合わせると。そうすると AE も使えるんじゃないかなと。断言はしませんが、一応ね、そういう感じです。まあ、できればね、体感露出とか、外部露出系とかで撮ってほしいところですけど、所詮はね、内部露出、カメラ内蔵の露出系なんで、まあ、大した精度は出ていないので、まあ、ただ、EOS1 と比較したら大体2段ぐらい、ぐらいなんで、まあ、25のフィルムを入れたら100か、設定的にね。まあ、そんな感じで、2段、プラスの表示にしてね、やってください。今、とりあえずね、今400に合わせてるんですけど、この発想数でね、100のフィルムを入れるときは400。200のフィルムを入れるときは800で設定するということですね。まあ、最近200っていうね、フィルム、コダックゴールドとかカラープラスとか200のフィルムが多いんで、まあ、200の設定にしておきましょうか。800に設定しておきますね。で、まあ、一応367251という製造番号なんですが、多分前期型になるんでね、ファインダースクリーンはレザーマットだと思いますね。で、後期型、唯一持ってる後期型が多分こいつになるんですけど、こいつはブライトレザーマットになると思うんですけど、ほんのちょっと明るさが違うんですけどね、まあ大差はないと思います。で、全部シャッター泣いてたんですよ。で、注意して修理してあります。いつまで持つかはわかりません。もういつまで持つかはわかりません。でね、電池がね、新しい電池あったんだけど、行方不明になっちゃってね、もうトラックって隙間に落としたら出てこなくなってしまうので、まあ、電池は一応入ってますけど、新品の電池をお買い求めください。ヤフオクとかでね、5本で500円とかで売ってます。4LR44、で、動作しますんでね。で、レンズはと、つけてるレンズはこれ、ニュー FD のね、3570という、3570ですね。非常に映りがいいレンズとなっておりますんで、使えると思います。で、一応、状態を見ておこうか。よっ。シャッター速度をバルブにしてと。
まあまあですね。まあの状態の、3570を付けしておきます。まあとりあえずほんで試写用にねフィルムをつけておきます。で、あのこれフィルターが入ってますけど、スカイライトフィルターが付いてますけどね、まあ古いものなんで外して使った方がいいと思いますが、まあ一応ねそのレンズ保護程度につけておきますね。一応キャップもつけておきますが、キャップは、純正品ではありません。でね、ストラップは外して送ります。いつも言ってますようにね、おたきをね、ストラップのね、ストラップがとてもね、足りてないんでね、万年ストラップ不足に悩まされておりますので、ストラップは外して送ります。で、フィルムをね、カラーフィルムを1本つけて送りますね。で、自家現像するかったっていうね、申告があれば、コダックの WX のね、パーフォレーション部が刊行してますけど、それも1本つけて送っておきます。自家現像のみです。対応となりますね。でね、応募方法なんですが、中年オタッキーはね、アカウント、ツイッターのアカウント3つ持ってるんですが、1と2はね、もう作品投稿とかね、カメラ、俺のカメラこうなんとか投稿用に使ってますんで、中年オタッキー3というアカウントがね、最近バイクチャンネルをほぼ凍結していますので、今、混雑してないというか、ほとんど使ってないので、中年オタッキー3のツイッターアカウントの方に応募するということになります。で、だからツイッターのアカウントをまだ持ってない方は、とりあえずツイッターのアカウントを作るところから応募準備が始まりますね。で、応募のする要領なんですが、まずね、オタッキーのね、チャンネル登録してください。で、ツイッターの中年オタッキー3をフォローしていただいて、で、一方的にダイレクトメールを送ってくださいね。もしまだフォローしてなくても。で、ダイレクトメールの内容が大切です。まずね、YouTube のアカウント名。アカウント名が書いてない場合はもう無効とさせていただきますんでね、今回は。時間取ってくる時間ないんで、いちいちアカウント名が書いてないですよとか、そういうのも送りません。アカウント名が書いてなかった場合は無効となります。で、YouTube の、アカウント名と、カメラプレゼントに応募いたします。で、YouTube のアカウント名は当選発表の時に晒しても構いませんと。晒しても構いませんという内容か、それとも匿名にしてくださいと。その内容を書きまして、応募してくださいね。当選しましたらこちらの方から返答いたしますね。で、その内容書いてない場合ね。例えば、その、アカウントを晒しても OK ですとか、晒さないでくださいとか、そういうの書いてない場合は、もう晒します。もう、とにかくね、こちらからね、確認の作業はいたしません。中年オタッキー3の方に、YouTube の僕のチャンネルを登録しているアカウントからね、アカウント名を書いて、YouTube のアカウント名を書いて、で、カメラプレゼント応募いたします。アカウント名は晒しても OK か否か。これを書いて応募してください。で、当選の、応募の締め切りなんですけども、3月、今、1日なんで、3月8日、8日、3月8日のね、23時59分59秒まで。まあ、だいたい1週間ぐらいです。これ撮影してるの1日なんですけど、1週間ということで、やっていこうと思います。はい、こんな感じでね、今日はね、もうね、チャンネル、カメラプレゼントの、専門の動画になりました。まあ、大して再生回数伸びないと思うんでね、カメラプレゼントね、今まで動画ずっとやってきたんですけど、毎回毎回伸びないんでね、もういちいち凝ったことはしません。で、あと、俺のカメラのコーナーとかね、作品投稿のコーナーもね、再生回数が少ない動画につけるとかわいそうなので、今回はもうこれだけで終わっていきます。カメラプレゼントね、どしどし応募ください。今回はね、キャノン A1 ということでね、まあ2段狂ってる、露出系2段狂ってるんで、まあ寿命が来るのももしかしたら早いかもしれませんがね、電子カメラなんでもうそこのところはもう、壊れたらご愁傷さん、ということで、電子カメラね、もう、この古い電子カメラなんでね、いつ壊れてもおかしくないので。で、届いたはいいけど、これ全然使えないよとかね、そういうクレームはなしでお願いします。あくまでもジャンク上がりなんでね、一応ね、テストした時は使えてます。ずいぶん前ですけど、テストした時はちゃんと使えてますし、シャッター速度も変化していますし、ちょっと一応1000分の1だけね、確認しておきましょうか。よっ。マックス1000分の1のシャッターが開いてるかどうかだけ確認しておきますね。
開いてますね。うん、全部開いております。そんなわけで今日の、動画はこの辺でということで、チャンネル登録まだやってない方はチャンネル登録しないと応募できません。応募しても無効になりますので注意してください。で、動画のその動画じゃない、応募内容ね、チャンネル、中年オタッキー3のアカウント、ツイッターアカウントに、応募内容をしっかり確認して送ってくださいね。はい、こんなわけで今日の動画は終わっていきます。また次の動画はね、もう実は撮影済みでまだ未編集なんですけど、次の動画はまたあの編集次第アップいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。たくさんの応募お待ちしております。今回はね、応募数制限はいたしませんが、抽選はね、一応動画でやりますけど、こちらの、範疇でやります。公開することはありません。適当にやーってやって、誰々当選しましたよっていう風になりますので。でね、ガチです。誰かを優遇したりすることはありません。僕の、チャンネルに多大な協力をしていただいている方も、全く初めてチャンネル登録今する方も同じ、ボーダー、同じラインでやりますのでね、公平にやりますので、そこのところはご心配なくということですね。はい、今日の動画はここまで。また次の動画をお待ちください。それでは皆様ご視聴ありがとうございました。ごきげんよう。さよなら。